everyday moments are the important moments that connect us. キウナゴヤ。皆さんこんばんは。5月4日緑の日、午後10時になりました。名古屋にあるダンサーズスタジオからキウナゴヤお送りいたします。王子はですね、このゴールデンウィークね、何もしてないですね。もう本当にね、寝る食うばっかりで、お元気ですかって感じなんですけど、みそちゃんどうですか？はい、王子のゴールデンウィークの過ごし方は予想通りだなと思ったみそ煮込みスキーといや、ゴールデンウィークはですね、実家の方の掃除をしておりまして、もう体クタクタでまた腰が痛くなりそうなダンサーズでございます。はい、こんな3人がお届けします。今週のテーマは緑、グリーン。今週のテーマは緑、グリーンです。メールアドレスは kiyu@kiyu.nagoya です。kiyu@kiyu.nagoya。kiyu@kiyu.nagoya です。この番組はツイキャスライブでも配信しています。ツイキャスのサイトから FM イノワンで検索してください。また、インターネットラジオ配信サイト、マイチューナーラジオからも放送しています。マイチューナーラジオアプリ、またはマイチューナーラジオサイトから FM イノワンで検索してください。名古屋は栄養コーナーがあります。このコーナーは名古屋をはじめとする愛知、岐阜、三重についての魅力を紹介するコーナーです。22時18分頃からとなります。この番組は沖縄の紅芋丸焼き誠餅店、陸上海上輸送一貫サポート、東海共和、ザ・カバーズ絶賛発売中、大城バネサの R サプライ、フォークリフト整備塗装ができる方を絶賛募集中です。名古屋トリプルエイト、名誉総裁賞受賞の首里饅頭、那覇首里中村製菓、高級木材のご用命は名古屋中川名木、個人スポンサーさんです。真っ赤なメルセデスさん、こちらの提供でお送りいたします。はい、メールご紹介します。はい、先週のテーマでですね、はい、好きな場所、行ってみたい場所のテーマでですね、はい、いつ読んでないのがありましたのでお読みしたいと思います。はい、お願いします。はい、お願いします。うどん県大好きさんです。ありがとうございます。ありがとうございます。本来ならば、私の地元、香川県で走っている私鉄、高松琴平電鉄鉄道、通称琴電のレトロ電車ラストランを撮影することを考えていました。しかし先週、感染拡大を受けて琴電が中止すると発表しました。レトロ電車のラストランは脱ゴロになると書いてありました。ゴールデンウィークは去年と同様何の予定もありませんということでございます。ねえ、今年はね、もうやっぱり自粛になってしまいましたね。そうですね、いろんなそういう各イベントにね、なかなか参加しづらくなってますね。はい、ありがとうございます。スイカスですね、スプリームさんが、はい、ダンサーズスタジオの皆さん、スビリ王子ファンの皆さん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。リスナープレゼントをお送りいただき、改めてお礼申し上げますということで届いたようですよ。あ、よかったですね。よかったですね。おめでとうございます。ありがとうございます。期間は1年ということで、まだまだたっぷりありますので、はい、また落ち着いた頃にお出かけいただければと思います。そうですね。王子が同行してもいいんですけどね。いやいやいや、ちょっと、しかもあなた、なんかドレスコードの話聞いて、そっか断られたじゃないですか。そうですね。はい、ということで、もう一つフリーのメッセージでいただいてます。はい、お願いします。はい、
お三方さん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。マタキの美奈子です。ありがとうございます。ありがとうございます。私は珍しい缶があれば集めてしまいます。ほうほうほう。以前名古屋に行った時にはデラコーヒーをタケポンに飲まして、旦那さんですね、持ち帰ったり、米軍基地のオープンハウスで飲み物があれば買ってしまいます。あ、なんかデラコーヒーっていうのがあったんですね。うん、分かんないな私。1999年のボジョレ・ヌーボーもあります。あら、いいじゃないですか。もう飲めないだろうな。すべりおじさま、賞味期限の切れているボジョレ・ヌーボー飲む？って全然大丈夫ですよ。いや、だけどボジョレ・ヌーボーって、うん、新しいいっていうか、その時に飲むから美味しい。でもまあ、あのワインはですね、あの年月が過ぎてですね、うん、あの熟した方が美味しいってよく言われますので、はい、王子何でもあの受けますので OK でございますよ。はい、ということですよ、美奈子さん。はい、ありがとうございました。はい、続いてですね、はい、アレックスさんからです。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、大名古屋チームの皆さん、こんばんは。こんばんは。疫病退散、コロナウイルス退散。あら、なかなかあれですね、これ、なんていうの、発見日っていうの、なんかそういう、よくね、テレビなんかでもやってるじゃないですか、あの、陰陽師みたいな感じの、そういう、気持ちで書いてくれたのかな。うん、あの、なんかリアクションが。あ、ごめん、ちょっと、何言ってるかよくわかんない。ちょっとよくわかんなかったんだ、今。何言って今のね、疫病退散、コロナウイルス退散っていうね、この言葉がすごく響いたんですね、うん、王子、ね。お黙り。はい。1年生になった、うん、緑色好きの、甥っ子のランドセルが、深緑色ということで、はい、確認したら、うん、ほぼ黒でした。ああ、結構。黒に近い緑色なんです、ね、そういうことですね。でもかっこいいと思いますけどね、うん、あの今いろんな色のダンセル、ね、ロセルがありますもんね、うん、うちの庭の琉球松が1年以上ほったらかしの状態ですごいもっさりしてるんです。愛知九博のキャラクター森蔵とキッコロがたくさんいますよ。懐かしいですね。松は専門家の伐採になるから触れませんってことですね。あ、そうなんですね。ご自分でやるとなかなか難しいのかな。松の剪定は難しいですね、やっぱり。素人がやったら取り返しのつかないことになるんですよ。あ、でもあれですね、形がありますもんね。うん、そうそうそう。沖縄ニュアンチュールさんが、名古屋の皆さん、こんばんは。ちなみに、こんばんは。琴平は琴平と呼ぶんですよって、なんか、マスクも変な読み方したかな。あ、琴平って言ったのかな。ああ、はい、残念。失礼いたしました。そういうことか。失礼いたしました。失礼いたしました。気がつかなかった。ごめんなさい。はい、で、シュプリームさんが、はい、王子はさつきみどりさんはお好きですか。やっぱりそれ来るよね。あのね、王子はね、さつきみどりさんよりかね、宇都宮みどりさんのが好きですね。ケロンパさん、ね。そう、ケロンパ好きなんだよね。ああ、いいですよね、なんか、うん、明るくて。そう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 。ね、キンキンの奥様。そうでございます。カープボーイさんが、はい、溝煮込み式遺産ダンサーさん、ひげを剃ってみやくみつるさん、こんばんは。こんばんは。今日のテーマ緑、今日朝からいろんな番組でポケットビスケッツのグリーンマンをリクエストしたけど、どこもかからなかった、爆笑、緑の日だからって。あ、かからなかったんですね、グリーンマンね。いいと思うんだけど、ダメなのかな。やっぱりちょっとみんな、家族みんなが聞いてるからあれですかね。え、なんかあれなの、あの王子存じ上げないですね。今日なんかラジオ聞いてたら、意外 にお昼間の番組でも渋い曲かかったり、やっぱりこう家族全体が聴いてるの意識してるのかなって思ったんですよ、リクエストが。うんうん、ね、うん、やっぱりそういうのいろいろあるんでしょうね。流れがあるんでしょうね。流れがね。そうですね、うん、はい。で、浦添のしんちゃんさん、こんばんは。キングダゴヤの皆さんということで、こんばんはです。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、メールお願いします。はい、メール行きます。泉さんの特急サナンさんからです。はい、ありがとうございます。僕が住んでいる地域は昔緑が多い町でしたが、関西国際空港ができてから緑が少なくなりましたね、うん、理由はやっぱり空港ができたことによって開発だと思います。住宅はもちろんのこと、ホテルや商業施設が多くなってきて、うん、緑が少なくなりました。緑が減って寂しいですね。緑を増やしてほしいですね、ってことですね。
まあ、どうしてもですね、こう切り開かれるとね、そういうあの緑がね、なくなるっていう可能性が高いですね。まあ、その代わり賑やかにはなるのかもわからないですけども、ね。やっぱり空港ができればそれなりに人も集まるしね、そういう施設もいろいろ。そうですね、その周辺がもっと ね、あの開けるような形でね、あのいろんなところにあの区画が整理されちゃいますので、どうしてもね、緑がね、減ってっちゃうのかわからないですね。ねえ、なかなかね、うん、はい、どこの地域もいろいろそういう都市化と緑化っていうところは大きな課題ですよね。そうです ね、あのね、先ほどあのちょっとね、さつきみどりさんでね、なんか思い出したんですよね、はい、どうしたの？あのさつきみどりさんってあの、うん、歌でね、はい、なんかお暇なら来てよねっていう歌を歌ってませんでした？あれさつきみどりさんでしたっけ？うん、じゃないなかったですか？お暇なってやつ。そうそうそう、はいはい、この前あの某くもじ局でしなあの熟女 B が流れてましたね。あら、ほう、うん、あのね、なんかそういうあのフレーズがねどうしても残ってね、はい、あの今ちょっとねお話したいなと思ったんですね。もう満足した？あのそうやって言っていただきたいな、皆さんにと。すぐ行きますよ。じゃあメールっていいですかね？どうぞ。こんばんは。こんばんは。来週長から神月ばあちゃんです。ありがとうございます。テーマ緑。夢工房はリフォームするまでイメージカラーが緑でした。お客さんも未だに緑の看板を探しているようです。あれ、もしかしてダンサーズの皆さんも緑のイメージをしていませんか？今は黒とグレーをメインにしたカラーです。ラッピングの箱もカラフルで可愛いイメージからクラフトの箱に統一しています。緑といえばラジオリスナー仲間の山ちゃんが緑好きで女子会かっこおばさんの集まりですが、うん、何かお揃いのものを買うと山ちゃんは緑、古田大好き27さんは紫、私は赤、ジャザネーはピンクって決まってたけど、あれ島奈さんは何色だっけということで、テーマ緑でした。笑い。ではまた来週、明日は緑の多い公園に孫10名を連れて行きます、ということで、楽しいゴールデンウィークの過ごし方を、はい、孫10名、すごいですね。もうすごいですね。もう遠足状態ですよね、うん、ね、そっか、なんかやっぱりその人それぞれのテーマカラーみたいなのがあるんですよね。ですよね。テーマカラーってか、うん、そうそう、カラーがね、そう、なんかね、あのご自分の好きな色があるってことですよ ね、うん、そういうの。王子は何色がいいの？いやでもね、あの年々変わっていくんですよね、うん、ここ最近はずっとね黒が多かったんですけど、うん、あのなんていうんですかね、あの上下黒が多いような感じのね、うん、スタイルが多かったですけど、うん、今日はちょっと違いますね。あの今日はなんか面白い、うん、あの今日ね、今日むちゃくちゃ、むちゃくちゃって何、うん、あのなんていうの、うん、今日ね赤いジーパン履いてるんですよね。そうそうそう、赤のジーパンに、ね、あの迷彩柄、迷彩柄、いや立つのは嫌だ、うん、あのね、で迷彩柄のこう、うん、ジャケット着てるっていう感じで、うんうんうん、今日あるものをそのままね、あの全部羽織ってきましたので、あるもの、そう、あるものですよ。あの髪型も変わったよね。ちょっと短くなりましたね。ね、うん、あのカリフラワー頭がね、ちょっと ねちょっと不評でしたね。あれ家族に、いやもういろんな各方面から、うん、なんて言われたんですか？いや、あの何も言わなくても、最近こうチリチリっていう、こう手のね、うん、この何ていうの、うん、これだけではなんかみんなが分かっちゃうみたいな、あ、頭こうチリチリよみたいな、うん、みんながそうやってリアクションして、そうそう、リアクションだけでこうね、私が分かるっていうね、うん、ちょっとそれではね寂しかったですんで、今のテーマのヘアスタイルは何？いや今日はあのもうすっきり、うん、すっきりいいと思いますよ、すっきり、うん、だからあの結構王子はですね、あの、はい、極端に変えることが多いものですから、そうなの、ヘアスタイルね、はい、うん、本当にそう、うん、あの徐々にってことはないんですよ、うんうん、そこがあの、ね、自分もねそういうのが好きなんですよね。なんかある日突然ライオンヘアになってたりね。はい、懐かしいなあ、ライオンヘアの日。そうですね、うん、なんかね、そういう写真がありますね。ありますね、金髪で、ね、金髪で、そこであれ、ミトちゃんがあれ、あのお耳がついてるね、あの動物のなんていうのカチューシャそう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 、あれをねつけなさいって。あれしたら本当にライオンみたいだったね。そうだね、ライオンキング出たいなと思ったぐらいあとあのアルビシアイラシオのラジオ祭りで配ってたじゃない。あ、写真をね、まあ、いろいろですね、はい、いろいろですね、サイン会も写真ね、それに写真をし、ね、ね、もういろいろやってます ね、はい、うん、まあ若い頃の、いや若くない若気の至りではない、それを言っちゃいけません
今ズバッと切られたよね、はい、そうだよね本当にねえ、はい、はい、ということで、はい、CM です。はい、その後は名古屋は栄養コーナーです。はい、建設内装材のことなら名古屋の中川名木奈良、桜、花林など各種無垢フローリング激安販売中。和室設計のサポートもいたします。電話番号名古屋 052-625-1122。 名古屋市厚田区にあるトリプルエイトではフォークリフトの整備・塗装ができる社員を募集中。社員料完備、引っ越し費用を最大5万円まで負担いたします。興味のある皆さん、今すぐ052-653-0071、 052-653-0071 までお電話を。中村製菓は那覇首里に創業して64年、月桃や泡盛など激戦素材で作り上げた首里饅頭と薫品、こだわりの琉球菓子をご賞味ください。ユーレール首里駅から徒歩3分、電話 098-884-5901。 中村製菓。大城バネサです。私の最新アルバム大城バネサザカバーズには、美空ひばりさんの一本の鉛筆から上村かなさんのトイレの神様まで全部で10曲入ってます。とっても素敵なアルバムになってますよ。ぜひ皆さん聴いてくださいね。私ども東海共和の国内物流部は、名古屋から北は北海道、南は沖縄まで最適な物流サービスを提供しております。これからも皆様の心強い物流パートナーとして、お問い合わせは電話 052-389-7817 東海共和まで。沖縄で創業60年、大人気沖縄の丸焼き、外はもっちもち、一口食べたらじゅわーっと、贈り物としても大好評、日本全国お届けします。ベニーも大好き。詳しくはまこともち店で検索。キユナ名古屋。名古屋は栄養コーナーです。はい、今日は緑ということで、うん、はい、名古屋の緑というテーマで語ろうかと思ってます。はい、はい、はい、うん、まあ、これ名古屋市緑区にあるんですけども、はい、あの大高緑地公園というね、かなり大きな公園があるんですけども、はい、そちらまあちょうどですね、今こういうコロナ禍で、ピクニックをねやられる方や、こう遊びに、ね、来る、お子さん連れでね、っていう来る方が多い公園なんですけども、うんうん、そこにはね夏になるとね、うん、プールもあったりで、ちょっとしたちっちゃいね遊園地もありますので、ゴーカートができたりですね、パターゴルフ、あとは何があったかな、うん、まあ、やっぱりこうちっちゃい公園ですので、遊園地ですので、小さいねお子さんが遊べるような、そういう施設があるね、大高緑地という公園があります。うんうん、そこはうん、なんか桜を見に行ったことはありますけど、うん、あとあれですよ、バーベキューが、ああバーベキュー、ね、そうだね、バーベキューできますね。なんか私はその緑緑地公園っていうと庄内緑地っていうのを思い出す、うんうん、それも名古屋市内なんですけど、はい、まあ北部の方にあるんですけど、庄内側の横にあるんですけど、うんうん、結構その温室があって、温室もこう、まあ、こじんまりとした温室なんですけれど、うん、温室もこう楽しめたりとか、あと散策なんかもで、サイクリングコースがあったりとか、結構私は好きですね。はい、うん、そうですね、散策できることがね、こう緑が多いところっていうのはね、うん、それこそあれじゃないですか、みそちゃんがよくね、いろんなものを観察されてる、あれがありますよね。植物でしたっけ、観察会ですね。うん、あ、庄内、そうですね。そうなんです。庄内緑地公園も実はその観察会、自然観察会っていうのがありまして、
なんか月に1回、2ヶ月に1回かな、うん、なんか自然観察会があって、そういう団体の方が、まあ私もそこはしこ知らないんですけど、その団体の方がいらっしゃって、観察会をやって、そういうクラフトをやったりとか、まあ前、2ヶ月に1回そのテーマを決めて、なんか うんうん、やってるそうなんですよ。で、結構そういう活動っていうのは実はたくさんあって、井高緑地というところにもそういうのがあって、はい、明徳なのかな、あれは。うん、あとはその相生山緑地公園天白なんですけど、うんうん、そちらも同じようにそういう自然観察会があって、そういうまあその月に1回観察、まあ今その今コロナ禍なんでちょっとね、どれぐらい活動してるかっていうのは分から、まあだいぶ変わってきてはいると思うんですけど、そういう自然観察で特に相生山なんかはホタルが見れるので、うんうん、そのホタルの観察会があったりとか、その竹の道が竹林の道があるんで、うん、そういうちょっとした嵐山気分になれるかなっていう、うんうん、これまあ夜のこの観察会ですね、ホタルなんかだとね。あ、ホタルはそうですね、うん、夜でしかもあの照明をつけずに、うんうん、自然の中歩いて、その目がまず夜に暗くなるの、その夜になれるまで目を鳴らして、そしてなんか本当にこう月の明かりとか星の明かりで歩いて、うんうん、でもね、明かりをつけちゃうとやっぱりホタルって逃げていってしまうんで、うん、もうそうですね、こう風情があるような感じの、ね、それ観察会ですね、うん、まあ、もちろんね、あの観察はその専門の知識の方と一緒に行くのが一番いいんですけれども、うんうんうん、まあでもやっぱり地元の方なんかもう慣れてるんで、普通にこうもうどこに出てくるか分かるんで見に行ったりとかね、なんかしてるみたいですけど、うん、まあそうやって考えると意外と名古屋も、ね、そうですね、緑の場所が多いと思います。はい、なって思いますけど、ダンサーズどう思います？はい、名古屋の緑といえば伊藤みどりですね。本当ですね。ああ、なるほど、うん、はい、そうきましたか。うん、はい、フィギュアスケーターで、うん、あれはアルベルビルでしたかね、あの、うん、オリンピックでね、銀メダル、金メダル取れるのかなと思ったんですけども、うん、取れなくてね、残念ながら銀メダルでしたけども、うん、はい、かなり有名な方ですよ、あの、伊藤みどりさんね。伊藤みどり、もうめちゃめちゃ有名ですね。ただね、あの、うん、解説がね、あんまよろしくないって言われてまして、はい、それはなぜかというと、はい、非常に名古屋弁がきつい。あ、そうなんですね。あの、そうなんですね。標準語であんまりね、喋ってくれないんですね。私実際に伊藤みどりさんお見かけ話したことはないですよ、お見かけしたことはありますけれど、印象はあのやっぱり足がしっかりしてるっていうか、やっぱりあれだけ、ね、滑るんで筋肉ですよね、うん、あの太いっていうなんかこうリンクの上で見れば太いって思うんですけど、実はすごい筋肉なんですよね、うんうん、そうですね。だからあの頃あのね、トリプルアクセルを飛べるのがね、伊藤みどりさんだけじゃなかったのかな。うん、やっぱりそれぐらい、うん、あのね、足の筋肉っていうか筋力がないと、ね、筋力がついてるんですよね、はい、飛べない、ね、でもあれですね、今思ったんですけど、伊藤みどりさんと王子は共通性がありますね。何？滑るっていうところね。あのね、もう一つ言ってもいい？はい。あの同級生ですよ。はい、ああそうですね、学年は同じじゃないかな、うん、あの伊藤みどりさん同級生です、はい、そう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 、 そうなんですか、そうです、で2人とも滑ると、え、じゃあ向こうはあの滑るプロでございますよ、あちらも滑るけどあなたも滑る、いや私はその滑るという認識がないので、ね、一応でトークはいつもきちっとしてますので、ね、そうだよね、おだまり反応しないね、おだまり、しんちゃんが、浦添のしんちゃんさんが、はい、沖縄で緑といえば森林の山々や草原しか思い浮かばないですね。本州みたいに秋には紅葉が綺麗ですよね。沖縄では年中緑の森林しかないんだよね、ということで。あ、そうですね。もう、僕は沖縄で緑というと、そうですね、うるま市緑町ですね。全然ピンポイントだね、すごい、ね、ピンポイントですね。沖縄のチュールさんがね、はい、名古屋では他にも森山国は小畑緑地もあるけど、最近では宅地化が進んでいるからね、ということで。そうですね、その通りなんですよね、うん、もう本当にやっぱりね、名古屋もどんどん宅地がね、うん、特に森山区なんかもね、新しくこう住宅がたくさん建ってるんで、うんね、本当にそれこそ緑がね、うん、うーんっていう難しいところですけどね、はい、そうですね、森山区もうすぐですね、某、うん、倉庫型スーパーができますから、ね、できますね、ちょっと複雑ですよね、はい、緑は守っていきたいなと思います、はい、以上、はい、名古屋は栄養コーナーでした。
名古屋。はい、メールご紹介したいと思います。はい、ゼニカタ警部からです。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。先月25日にベンビーさんが農場長を務める泣き人のクガニファームの手伝いで、クガニファーム周辺の緑の自然が生い茂り、都会と違い、空気が美味しく感じられました。うん、お三方、コロナ禍が落ち着き、うん、沖縄に来た時はクガニファーム周辺はとてもいいところですよ。またお呼びがかかった時はクガニファームに行って参加したいものです、うん、ということですね。うん、あーねー、その泣き人でしたよね、うん、そう、行ってみたいんですよね、行ってみたいですよ。どこなんだろうね、ね、場所がちょっとわからないんですけど、うん、まあ、またね、詳しい場所は多分、そういうイベントじゃないね、そういう何か、うん、みんなで力を合わせて何かやるっていう時にね、そうですね、案内って思いますけど、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ではもう一ついきますね、はい、お三方さん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。フルムン新一です。ありがとうございます。ありがとうございます。最近続けているウォーキングの主なコースは肥者川です。川沿いの丘陵地に広がる木々の風景が気持ちよいです。3日前はうるま市の野鳥の森公園と天眼川を歩きました。このご時世外出は難しいかもしれませんが、ひときのない場所を探して緑の景色を見ながら歩くのはちょっとした贅沢です、ということで、 ありがとうございます。あの鉄橋があるところですかね。鉄橋がある、赤色の肥者川で、肥者川、うん、あー、うん、確かにね、うん、あ、その通りですね。今ちょっと白黒でちょっと見えないんですけど、写真が、あ、はいはい、あのまさにそのあそこですね、うん、赤い鉄橋の、はい、でもね、はい、あの辺も本当に緑が綺麗ですよね、うん、はい、ということでありがとうございました、はい、ありがとうございました。エンディングです。今週のテーマはストレス解消法。来週のテーマはストレス解消法です。この番組は沖縄の紅芋丸焼き、誠餅店、陸上海上輸送一貫サポート、東海協和、ザ・カバーズ絶賛発売中、大城バネサの R サプライ、フォークリフト整備塗装ができる方を絶賛募集中です。名古屋トリプルエイト、名誉総裁賞受賞の首里饅頭、那覇首里中村製菓、高級木材のご用命は名古屋中川名木、個人スポンサーさんです。真っ赤なメルセデスさん、こちらの提供でお送りいたしました。はい、今日もお聞きいただきまして、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。今日ね、あのマスクが良すぎちゃって、こう、はい、こもっちゃってね、はい、息苦しくてね、そう、なんかね、時々パクパクしてるからでしょ、あのね、空気吸えないんですよね。あの私はあの、うん、この滑ってる時が息苦しいです。あら、はい、まあいろいろ息苦しいですけど、はい、頑張って、はい、ゴールデンウィーク、コロナ禍のゴールデンウィーク、皆さん忙しい、はいはいはい、ありがとうございます。閉店ガラガラ。くださいました。ありがとうございます。そうか、王子なんかどうしたんだろうと思ったけど、あれ息苦しかったんだ ね、 あのね、このちょっとこう色用のこの、うん、あのブルーのね、マスクすると、はいはい、あのそういうことになるんですね。で今日ね、あ、いつもの白いマスクにしなきゃダメだなと思いながら、これしかなかったんです。いやでもいいと思いますよ、やっぱりね、いいこのご時世ですからね、はい、これ本当にね、あの息苦しくて、うん、でもちょっとパクパクしてるから大丈夫かな。でしょ、そうでしょ、はい、ということで、はい、はいはいはい、ありがとうございました。ありがとうございました。